はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート36やっていきたいと思います。食料庫にいるんですけれども、もう圧倒的にね、食料不足ですね。もうこれしかない、今蓄えが。でかつもう素材もなくなってるんで、かなりピンチなんですけれども、とりあえずですね、前回縄文を作ったことにより領地が拡大したんで、こっちにね畑地帯を作りました。でちょうど今なってるところですね。これ薬の葉なんだけど、薬の葉ってさ、絶対薬の葉が出るわけじゃないんだね。草糸になる可能性もある。でこれしか種がないんですよ。圧倒的種不足なんで、っていうかね、ちょっと気になるのが、これ水あげなきゃいけないのかな。もう一回水だけあげて、地面を濡らして回収して、よし、これでいきましょう。ちょっと食料調達の意味も込めて、じゃあ指導の方ですね、進んでいきたいと思います。これ回収できるな。鋼176、まあいいか、こんだけあれば十分でしょう。じゃあ城の外へ出て、首狩り族がいいんだよね。首狩り族肉を落とすから。よし、行こう、突撃だ。装備は結構いい装備になってる。ハーゴンの連中を挑発してやる。親玉もろとも城に呼び寄せる。どうやるのか。うん、数的には大したことないよね。あやつらはムーンブルクの戦士か。貴様らはトロいぜ。動きも見た目も何もかもな。やっぱり親玉がトロールだからか。言わせておけば。かわいそう、いつも巻き添えになる骸骨くん。急いで城に戻ろう。ここに攻めてくるぞ。アネッサが探している。この揺れは敵だ。俺バリスタ役でいいですか。これ聞いてんの？分かんねえ。分かんねえ。ちょっと使ってんな。だこれってほんと直線だよね。みんなこっちまでおびき寄せろ。これ使ってはいる。こいつが使ってる。俺も使ってるよね。あれ？どういうこと？なんか俺何もしてないけどいい。なんか良さそうだな。こいつら意味あんの？いや意味ねえな。あれ待って待って、どうなってる今。なんかでかいやつがいるよ。あ、首狩り族のでかってかさ、あれ弱くね。バリスタそんなに強くないね。あ、来た、トロル。包囲軍大将、チャチな城を潰してやる。使う。必殺、必殺だけ打ちに行こう。はい。せいや、け、破壊されてる。さすがに破壊されるか。でもこれトゲの上にいるからダメージは入ってる。いや壊されんな。さすがトロール、やる。やばい、城内に入られる。ここはゴーリオスか。48、大丈夫、ゴーリオス弱。数の暴力だな。戦いは数だよ兄貴。トロルの軍勢をぶっ倒した。勝手な行動はするなと言ったはずだ。勝てたんだからいいじゃないか。負ける戦いを繰り返してきたわしらがまさかハーゴ軍に勝てるとは。正直半信半疑であった。これならばいける。
そなたに頼みがある。王の頼みを聞く前に壊れた城を修復しよう。固い城の壁を壊せる敵もいる。これは厄介だな。まあ確かにね。まあトロルはもうしょうがないよ。あのゴッツさは。トロルがいるってボストロールとかいんのかな。よし、だいたい元通りになった。オッケー。では王様のなんだっけ、命令だっけ、なんだっけ、頼みだっけ。多分2になるな。これ踏ん切りがつかないものもいる。城の中心となるものを作ってほしい。何持ってる？魔法の火種石。あいつがなんでそんなもん持ってんだ。希望を伝えよう。そなたが形にし縄文の下にある目印の場所に置いてくれ。ビルダーの鐘ってあと2回鳴らせるっけ。ロトのかがり火、かっこいい。どこに置く。あ、ここ。てかロトのかがり火って何が必要だ。だいぶちょっと広くなってきたな、拠点が。あ、これ魔法、あ、魔法のところ、やっぱり誰かやってるな、魔法。やっぱりこの拠点内に作んないと効果がないんだね。よし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 。ここら辺もう枯渇したらやばいぞ、本当に。薬の鳩が全然取れないんだけど、なかなか貴重なんだな。よし、250個ゲット。じゃがいもを調達してあげましょう。小麦もちょっと補充してあげましょう。あとは料理当番お頼み申す。今日は寝よう。てかこの雪をさ、なんとかできないかね。寒すぎる、とにかく。いや寒くないけど寒い。いや、やっぱあぶれてる人いるわ。トイレの前で寝てるやついんな。お腹すいた。いやー、みんなちょっと上に苦しんでるね。あ、そう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 。でゲットしたやつで作れるものを見ないといけないんだ。ロトの印だっけ、なんだっけ。ロトのかがり火もうすでに作れるんだけど楽勝。さて、じゃあ置きに行くか。さっきのモンスターたちはあのイベント襲撃だったから何も落としてないね。肉が全く足りない。じゃあいいや、置こう。どこかわかんねえ。これでか。はい、ギョエーって。これは素晴らしい。わしが思い描いたロトのかがり火。お、あったかくなった。お、すげえ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 、雪が溶けた。でも雪の部分は残ってるね。城内に降り積もっていた雪が溶けた。ロトのかがり火の力。このかがり火があれば城内に雪が積もることはない。不思議と力がみなぎってくる。体中から闘志が湧いてくる。あの強大なハーゴン軍にも勝てるかもしれない。戦いを続けるんじゃない、勝つんだハーゴンに。ムーンブルクに課せられた戦いの宿命を断ち、この戦いを終わらせる。目標は打倒ハーゴン。で、皆の心が一つになった。これからはハーゴン軍の撃破こそ目的。ロットのかがり火はまだ完成してない。王家の紋章が必要。何代も前の王の時代の話、由緒ある王家の紋章がハーゴン軍に奪われた。トロルが率いていたのはハーゴン軍の先兵部隊に過ぎない。強大な敵はまだまだ残っている。いつの日かこの地の総督を倒し、王家の紋章をかがり火に掲げればこの地に平和が戻った証となる。ムーンブルクの全ての敵を倒し、王家の紋章を取り戻す。そうと決まれば
今日のところは寝る。さっき寝たばっかなんだけど、枕元で永遠と語っても良いとか、だからこれで1日過ぎたことによって作物ができてればかなり嬉しい。ロトのかがり火か、なかなかおぞましいものを作ったな。しかしこの世界は所詮偽り、勝っても負けてもいずれ滅びる運命。教団の手先となれば仲間として滅びの日から救ってやる。どうだ、悪い話ではないだろうと。悪魔神官様のご命令通り、自分の信念に従って。城内に恐怖と疑心を広めよ。ビルダーの力を抑え込むんだ。この世界自体がなんか作られた感じなのかね。その元の世界を模して、勝つことは許されず負ける戦いを永遠に繰り返す。ここは禁断の島。そういうものを掲げなきゃ戦争なんてやってらんない。昨日の戦いでもそうだった。最近俺は自分の中に得体の知れない大きな力を感じる。ルルと3人で出所祝いをやったとき、俺が言ったこと覚えてるか。お前が俺を思いっきりぶん殴ってっていうところがね。この地の人間とは少し違う。あのビルダーの鐘を聞き、多くのことを思い出し、そして知ってしまった。良いことも悪いことも。このムーンブルクで大いなる謎に触れるかもしれない。この世界の秘密。ヒゲ。人の声が聞こえる。みんなさ、ベッドのところにいるんだけど、こいつはどっから来たの。行ってみよう。よくさこんな外の気配を感じ取ったな。こいつの円の半径何メートル、300メートルくらいあるかな。うん、ムーンペタ、ムーンペタかハーゴン軍に。この地にも強大な敵が迫っている。ご対策を。おお、これは自慢のイオナズンが外れちまった。バズズか。十馬兵団の獲物としてじわじわ追い詰めて、なぶり殺しにしてやる。これスターキメラ。飛行兵団に全身をついばして屍になるまで生き残っていただかないと。これはあれか、ベリアルか。デーモン兵団の恐怖を感じることなく、あっさり死んでもらってはつまらない。キメラだけ格が低いよね。アトラスじゃないのここは。みんな魔法か。あれ、やられた。今日一人やられちゃったよ。あ、ハゲ生きてる。大丈夫か。ハーゴン三兵団。このムーンブルクはハーゴン軍の破壊の欲求を満たす場所。まあいつものパターンだね。また破壊の神。良い考えです。ここはあなたが動くべき時。今はものづくりより破壊が必要。ビルダーもそう考えている。踏ん切りがつかないなら私が少しだけ力をお貸ししましょう。
ータというのはどこにある？ここから北東に行ったところ。シロの兄貴、我々もお供します。うん、なんか俺岩持ってんのはイカれてるよな。うん、まあいいや、持ったままにしよう。ハーゴン三兵団を相手にまたも勝手な行動を取り寄って、助けに向かえばそなたたちにも危険が及ぶ。ここで兵を失うわけには。一人でも助けに行く。指導を追うな、こいつ。返事がない、ただの屍の上だ。ハゲはそのまま帰っていってんな。ちょっと待ってね、小麦14個、これを置いてこよう。みんな困ってるからね、はい、これが7個と14個。いやー、ストックガチで少ないわ。今料理って誰が作ってくれてんの？ダメだ、全然育ってないわ。まあ、イベントだったからね、しょうがないよ。指導お願いします。では指導を追って進んでいきましょう。一応他にもムーンペタの町はあったんだね。敵はスルーでいいかな。あそこに森があるけど、食料になりそうなものは取っていきたいよね。あれ何、今日も行かれてるぜって、行かしてるぜか。なんだっけ、もう名前忘れちゃった、こいつ。大ガラスの上位バージョン、デッド違うな、なんかデッドペッカー全然違うやつだ。川の向こうにあるのがムーンペタ、もうほとんど跡形もない。あれ、イエティみたいなやつがいる。ちょっとこいつ倒したい。肉落とさねえかな。指導がいないから火力が少なすぎるんだけど、手数で押すしかない。綿か、まあまあまあ貴重ではあるけど、取り急ぎ必要なものではないからな。飛んでいくっていうよりは、あ、魔法書籍、これちょっと回収していこう。こっちか。フロストギズモとか、あ、首狩り族いる。ちょっと肉欲しい、肉。よし、ナイスだ。まずは肉の調達、これ最優先だな。あれ、すげえいっぱい出てくるんだけど、てか弱いし。いや、でも肉のドロップ率そんなによくはないな。これはここか。じゃあここから上陸していきましょう。で森、あ、導きの玉がある。そして首狩り族がいっぱいいる。肉だ、肉の調達の時間だ。ムーンペタにワープできるようになった。魔物の群れ、あ、でっかいですよ。はい、よし、肉ゲット、やった、肉をくれ。油か。俺も回転をかます。あれ、もうなんだかんだでレベル27か。はい、あ、結構やられてんね、そのムーンペタ軍団が。薬草、薬草、ちょっと薬草を出そう。ここしかない。1個食うか。死んでいるか。どうしてきた、待ってろって言っただろう。
みんな死んでいる。自らが望んで戦い死んだ兵士だ。戦いの中で散れて本望だ。呪うなら己の弱さを呪うことだ。向こうから敵が来る。どこ？お、まさか俺に肉をよこせ。回転切れ。すげえ破壊してってやつみたいな。こいつなんだ、まさかの手に肉全然くんでない。いやでもいつの間にか7個はあるか。あと1だよ。あっちね、20は結構だな。水の反応もなんか良かったかな。悪魔騎士なんだっけ。あ、リカントもいるじゃん。結構強い。溜めて、はい。あ、やばい、あいつ死ぬ。あれ、アルミラージュ。寝てる。ガーボイルか。で、ちょっと約束か。と当たるだけ、当たれ。やべやべやべ、キラーマシンか。そりゃやべえわ。4つやべえ、キラーマシンガチでやべえ。ちょっとこれはもう外からやられてる。あいつがでもこいつはな、ちょっと邪魔くせ。いて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 、やべえ、本当にやばい。シドもやられた？まだ生きてるか。俺がデコイになる。その間に攻撃をするんだ。最後の薬草。そしてまだ一応常薬草みたいなのがあるからな。あいつが復活してくれるまで待つか。たまになんかきつくなるよ。え？なんという敵の多さだ。倒しても倒してもキリがない。使い果たしたかね。全員連れて行け。ほほほ。あちらに人間の大軍がわしらを攻撃しようとしておるようですぞ。もう虫の息、わしがとどめを刺しておきます。なんだこのスライムは。サスケか。え全然違う。一体何だったんだ。どうしてくれるんだ。彼らが死んだのはそれぞれの無力さのせいかもしれない。だが貴様が誰のせいかなんてどうだっていい。みんな死んでいる。この地に救いの神はいない。兵士たちはもう生き返ることはない。死んだら終わり。なんだ今の声は。この教会から。あ、棺桶がある。キャー、君はミト、アネッサ様ではありませんか。あちらの方に隠れているよう言われたのです。うん、兵士はみんなご無事でしょうか。こんなにも多くの兵士の方々が。ちょっと待って、本があったね。な、本って読めるらしいんだよね。どうやって読むのこれ。持つのわかんねえ。
まあいいや、とりあえずじゃあ回収しとこう。お話ししたいことはたくさんある。兵士の方々を弔って差し上げたい。あのビルダーなんですね。死者が蘇ることはありません。お墓を作ってもらえませんか。あそこにいくつかお墓があります。同じ場所に新しくお墓を作り、皆さんを弔ってほしいのです。作業台で棺桶3つ。棺桶、眠れる寝具とか。眠れるんかい。どこ作業台って。え、どこにある。あ、これね。生活家具、じゃあ3つ。あ、石材で作れるからね、これ楽だな。何か所かに火が灯ってるね。ちょうど雪の間。はい、置けません。こうか。これだけ逆に置けるかな。ちょっと待って、逆に置きたいんだけど。ヒットポイント回復中。なかなかいい寝心地だな。君らも寝たらどうだい。ああ、よく寝た。こう一個だけ逆。担いで棺桶に弔ってあげてください。担ぐ、一人しか担げない。一人しか担げない。しかも細い。指導がやられた時もそんな感じだったな。ほい、こいつらも手伝ってくれよ。3人いるんだからさ、1人ずつでいいじゃん。1人1人、そうすれば1往復で終わるのに。なんで全部俺にやらせるんだ。で、ここ、こんなこと僕は戦場ではまともに弔ってもらえるだけで幸福なことだ。棺桶を埋めてくださいと。まあ、じゃあ雪で埋めるか。雪が溶けたらこの棺桶が外に出てくるのか。やだな。でもここの雪が晴れることはなさそうだからね。あれ、あとここか。はい、棺桶を地面の下に埋めた。墓を作るのも得意。石の墓を3つ作って目印の場所に置いてください。ヤッホー。ここか。石の墓3つ。なんか作りが簡単だよね。ほう、カンカンカンみたいな。しかも俺石の墓持ってたの。この中に埋め込まれたってことは持ってたってことだよね。じゃあこう、こう、これだけ反対だから、こう。いや、反対も何もねえかこれ。お墓は完成した。安らかな眠りのために祈りましょう。墓を持ったまんま。亡くなられた兵士の方々も安心して眠りにつくことができる。ハーゴン三兵団の一部に違いない。やはり一筋縄ではいかない。この地に神がいないならなおさらだろう。
ここはひとまず城に戻るとしよう。まあ確かにねこんなところにいたらすぐやられちゃうよ。城に連れていくのが一番安全だ。なんかサクッとなんか見たいな。なんかないか。これちょっと、待ってね。ここにあってもしょうがないから、これ利用させてもらおう。はいはいはい。あ、ベンチみたいなのがあるじゃん。木のベンチ。あ、普通のベンチか。あ、下にある宝箱。あれ、これ何？姫の肖像画？お、イカズチの石。やっぱりこういうのあるんだね。あ、ステンドグラス、これか。なるほど、教会を作るときにはこれが必要になるんだ。で、なんかあっちとかも結構すごいところだけど、げっ、シルバーデビルがいる。こいつだけ倒していきたい。あれ、ドラティのなんか別バージョンみたいな。じゃがいも持ってんのマジか。ここは落ちたら死ぬね、確実に。じゃがいもゲットできたのはでかいけど、レベルも28になりそうといえばなりそう。これはじゃがいも弱くて弱いくせにじゃがいも持ってる。超いい。よし、これなんだっけ。毛皮か。じゃあちょっと帰ろう。多少なりともじゃがいもをゲットできたんで、自分の食いぶちは自分で稼ぐしかないからな。あいつどこに行くの。あ、仲間に入れてか。ちょっともう緊急用にね、ドラゴンの肉も配置しといたんですよ。もう食べるものがなさすぎて。ムーンペタの修道女ミト、アネッサ、リックとは窮地の中、温かい力にあふれている。頭がクラクラして耳を疑った。祖父の教えでずっと昔からハーゴン教団を信じていない。大手を振るってビルラーになることができる。農作業要員がマジで欲しいんだよな。一人じゃきつすぎる。荒くれも一応一人いるのか。荒くれって何してくれんの。商人もいるね。ムーンペターどうだった。もう全然ダメだよ。兵が倒れた。気が向いたらでいいんだ。やはりハーゴン軍団の力は強大。教団を倒し平和を取り戻すと決めておる。ハーゴン軍はデビルロード率いる10万兵だ。デビルロードだった。スターキメラ、アークデーモン、ベリアルとかじゃなかったしなんかちょっとワンランク低かったね。3つの兵団からなるらしい。敵は恐ろしく強大。もうすっかり気分が良くなった。必ずや共に教団を倒そう。改めて告げる。次なる目標はこれ。王様の命令その2。やっぱりね、10魔兵団を倒す。血を好む残虐な魔物ばかり。毛で覆われた屈強な体が特徴。こやつを倒すには波の武器では歯が立たない。飛行兵団、翼を持つ魔物たちの軍団、空中から攻撃を仕掛けてくる。頭上を飛ばれてはこちらの攻撃がなかなか当たらない。何か対策を考えなければいけない。デーモン兵団、最強と名高い恐ろしい魔物たち。奴らが攻めてきたら逃げるほかない。ビルダーであるミカミックスならば奴らを倒す魔法兵器を作れるかもしれない。デインバリアのような魔法兵器を開発していく必要がある。兵器の開発に当たってください。城内に潜んでいる敵とも戦っていかなければならない。
修復したはずの城の壁が城の内側から壊されている。外の敵と内なる敵、戦いはますます激しくなる。今後はわしに話しかければ強力な回復薬、世界樹の雫。超ありがたい。この王様何者なんだ。意外にできるな。最初の方なんかしょぼい王様だみたいな感じで思ってたけど、この気配、敵か。いや敵が多いね。ちょっと待ってね。待ってね、薬草を作らないともう使い切っちゃったんで、薬草を作りましょう。7個か。これは限界値だね。あ、これ1個作れる。これはもう完全に取っておこう。一応2つあるから。ちょ、命の木の実使っちゃおうか。これもう使うしかないからね、多分。よし、最大ヒットポイントちょっとでも上げておきます。で、農作物一応回復の葉っぱが取れれば嬉しい。よし、いいね、2つ。はい、あ、結構取れたわ。さっきなんで1個しか取れなかったの。よし、じゃがいももゲット。今のうちに。回復薬はじゃあ作っておこう。世界樹の雫とかいつか作れるようになるのかな。薬草の消耗がマジで激しいからな。間違えた。あ、ちょっと待って、どうすんだっけ。いや、これじゃなくて、あ、これだ。生肉を取り出す。それなりにゲットしたな。よしよしよし。あ、ステーキしまっちゃった。これなんで土がこんないっぱいあんの。あれ、俺土預けたっけ。土取り出しとこう。これなんだ、なんであるんだ。誰かが入れたのか。雪とか石材とか。ちょっといいや。よし、じゃあこれで、これちょっと受け取って、ステーキを食って。あれ、これって攻撃力上がんないっけ。戦闘要員はみんな大丈夫だよね。武器は持ってるはず。では行こう。早速敵が攻めてきた。デーモン兵団か、ジューマ兵団か、飛行兵団か。戦いの準備はいいか。 OK。 飛行兵団だったらまきびし効かないよね。改めて言っておく。ムーンペッタではごめんなさーい。ここだとさ、何兵団だか分かんないんだよね。壊すつら。なんだか分からんつら。スケルトって言ってて、あ、本当だ、スケルトかかってる。俺かかってないよ。なんかさ、俺の出番マジでない。ちょっと行って、ここに、え、この子も戦ってんの。アルミラージャー来た男。こっち来い。さあ、こっちに来るがよい。突っかかってんだけど。いって、30とか。なんで俺のスクールとかかってないんだ。あ、もともと今攻撃力上がってんだね。来たか、家に。こっちに来るとは。しかも貫通してるし、あれ、バリスタ。これはまだ使わない。モンスターの数が少ないね。あれ、壊された今。こいつら壊してくるか。左のだからさ、バリスタマジで意味ないんだけど。だったら戦闘に参加してほしいよ。来たか。終わった。そこからちょっと待って、この快適に切ってさよなら。こいつ
ガチで素手でやってんな。戦闘要員だとは思わなかったよ、まさか。ちょっと強いな。一個約束使うか。で、回転切り。だいぶ回避できた。あとは戦いはこれからだぞ。また肉はくれなかったね。レベルアップ、よし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 。だいたいこれ15とだからね、30まで上がるってことか。今28で、なんか覚えましたと。魔法の鎧、いいね。炎と氷のダメージを減らす。魔法小石が必要かな。なかなか手強い相手だったけど、なんとか撃退できましたと。十魔兵団、あの連中がもっと大勢で攻めてきた、ひとたまりもない。魔法兵器を開発して迎え撃つのが上策。どんな魔法兵器が有効か。壊れた城を修復。あ、こいつ超ヒットポイント減ってる。最初に攻めてくるのは十魔兵団みたいだ。魔法兵器を作りたい。ハーゴン軍を迎え撃つ。強力な出城を作る。前線で迎え撃つために城の外に戦い専用の城を作る。設計図を描けるだろうか。魔法兵器を置く場所も考えてもらえると助かる。これから開発するのにさ、どうやって場所をさ決めるんだよ。大きさとか全く分かんないんだけど。いや、なんかどんどんすごくなっていくな、この城。対十魔兵団設計図。え、何このハテナハテナハテナって。ビルダーの鐘を鳴らさないとダメか。あれか、多分魔法兵器を置くところか。罠もちゃんとあれなんだね、何指定されてるんだ。出城の設計図を書いてくれた。ハテナ部分がこれから開発する魔法兵器を置く場所。敵の弱点をつくものでなければ意味がない。実は私に心当たりがある。壁の部分を組み立てておこう。君たちは敵の弱点を探ってくれ。城の壁を収納箱に入れておくのを忘れないでと。大理石、南東にある洞窟。洞窟だった。よくわかんないや。魔法兵器がないと設計図は完成しない、まあ、よろしく頼みますと。弱点探し、アネスタさんに心当たりがある。とある情報によれば10万兵団の乗るハーゴ軍の軍船が南東の船着き場に来ている。10万兵団の弱点を探れるはず。我々とシド3人で向かおう。私とリックさんは出城作りを進めておく。東にある軍船に行って弱点を探してきてくださいと。収納箱、収納箱もうね壊しちゃったんだよ。いや、こいつらみんなダメージ覚悟で飛び降りていくかな。じゃあとりあえず収納箱を置きましょう。収納箱あった。これさ、モンスターが出現する位置にさ、このまきびし置いておけばなんか勝負すぐ決まりそうだよね。で、大理石がいっぱいあって、これ999個か。ちょっとこれ全部入れちゃおう。あと必要なのは、壁。足りなさそう、足りなさそうのだけ作ってきますか。じゃあこいつはなんでここにいんだみんな、まあ、それは外には出ないか。え、装備持たせんのかな。鋼の剣とかなんか余ってたよね。あ、間違えちゃった。これ装備して、
で、これを渡す。ちょ、待って待って待って、カーソルが合わないんだけど。え、渡せない。こいつ魔法で戦うってこと？とりあえず寝よう。寝ると作物が育つ代わりに、ただみんな朝食に向かうからな。トイレの前で例によって寝てるやつがいる。あ、こいつら仕事早いな。あー、じゃがいもはできるのが遅いね。これさ、雪が降ってるから水あげる必要ない？すげえ気になるんだけど、水に関して。一応一回あげとこう。水あげは大切だ。肥料がないから。水あそこに溜まったまんまになってそうだけど、まあいいでしょう。これが36個。からのこれが必要で、これが30個で、これ、あとはこれも必要か。さらに大弓、これ直線しか行かないっていうのがね、もうちょっといろんなとこに置いといてもいいかな。どの方向からも行けるようにプラスして弓を置いておく。あ、もちろん邪魔にならないところに、完成した段階で弓が置ける場所があったらそこに弓を置いておく。でも、まきびしの方が有用だよね。ちょっと待って、これ入れる、これも入れる、これも入れるでしょ。あと必要なのか、これ、ちょっと待って、これ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 何なんだろうね、姫の肖像が。あ、デインバリアも必要か。そうか、デインバリアあっちで作んなきゃいけないんだった。石の作業台だもんね。石の壁、これ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 、デインバリア後で設置すればいいか。今はとりあえず目的地へ向かいますか。じゃあ、東って言ってたからこっちか。もうここのモンスターはいないね、前線のモンスターは。あ、トロル倒したからね。例によって肉は欲しいんだけどな。あ、お、ボグダイバがいる。こいつアルミラージって肉落とさないか。落とした、やった。よし、ちょっと魔法小石なんか必要になりそうだから確保していこう。とあとはやっぱり肉、肉を調達する。いいね、肉のドロップ率がいい。うお、パクダイバがいる。ちょっと壊していくか。めっか、うん、危ねえ。よし、お、首狩り族もいるじゃん。バサーカー、どっちだ。いや、メガントギリギリだな、割と。でも炎の剣とさ、この剣だったらどっちがいいんだろうね。炎の剣、あれか、属性攻撃があるっていうことかな。あ、やばいやばいやばい、外した外した。おー、危ねえ。手までやられたよ。石炭か、石炭。あ、綿持ってんだ。ただ俺は生肉が欲しい。よし、ここで肉が調達できる。ここはかなりの肉調達地帯だな。魔法小石もあるし、バグナイワもいるし。バグナイワ小さくなるからさ、それでちょっと当たんなくなっちゃうんだよね。よし、あれ、なんかハテナがいる。なんだ、行ってみよう。
あれこれなんだっけ、リカントの上位バージョン、名前が出てこないな。あ、リカント、あれ、あの茶色いやつなんだったっけ、リカントの脱走兵、船旅が嫌で逃げ出した、軍船を探している。俺の目の前にあるのが10万兵団が使っている軍船、行くならバレないようにな。お前に頼みたいことがあるんだ、用が済んで覚えてたらもう一度来てくれ。はい、どうすりゃいい。あ、すげえ、これか。どうやってそのまま乗り込んでいいの、ちょやばくない。ここら辺はだいぶ荒れてるね。なんかないかな、敵はいないね。ただまあいいか、ちょっと正面突破してみる。見ろ、うん、これが10万兵団の軍船、早速殴り込みをかけよう。いやだから無理でしょ、実はすでに仲間が潜入している。どうやって潜入してんの、はい、あそこの高台から風のマントで飛べば船のどこかに降りられないだろうか。 OK、 じゃあ行こう。さっきのスライムちゃんもね、ちょっとなんだか分かんなかったからね、結局結果的には助けてくれたから。アルミラージは見つけ次第倒す、弱いし肉を持ってる。でこいつは肉を持ってるかもしれない、持ってなかったわ。爆弾は8個か、爆弾石。じゃあちょっと行きますか。はい、これ気づかれないっていうのもすごいよ。し、なんとか潜入できた。あとはどうやって仲間と合流するか。これは敵の声か。トロルの野郎がやられたせいで俺たちがムンブルクを攻めなきゃいけなくなった。こないだのしけで船のケツにでかい穴が開いちまってるってね。全くしけてるんで、牢にぶち込んだからいいもの、妙な人間には忍び込まれるし、最近はしけたことばっかり。潜入した仲間が見つかった。船の後尾にケツが、ケツやねえか、穴が開いたと言った。海に潜って穴を探してそこから忍び込む。はーい。あれ？あ、そこか。あ、スライムがいる。頭がすっきりした。おぬしら人間ではないか、どうやって忍び込んだんじゃん。首でも締め上げるか。待って、スライムに首はない。そしてよく見ればおぬしはアネスだ。やはりホッホ様でしたが、敵に捕まったのかと心配してました。この方が敵軍に侵入していた我々の名はホッホ様だ。潜入の効果はあまりない。長きにわたる潜入生活でわしは倉庫掃除を任されるのに至った、うん、あまり時間がありません。私たちも手伝いますから、すぐに10万兵団の弱点を探りましょう。これを授けよう。潜入生活に欠かせないすごい道具、変化の杖。あ、これで魔物に変化しろってことね。説明は、まあ、早速使ってみましょうと。使う、あ、全員急におかしな格好になりやがったって。ムーンペタで敵を引きつけたスライムもホッホ様。魔物に化けておれば敵と会話し情報を聞き出せる。人間に化けても意味がないから注意しなさい。魔物に化けても攻撃はできない。暴れたいなら元の姿に戻る。弱点を探りたいところだけど、この船の牢に人間が捕まっている。まずは牢を探し救出する。牢はそこの扉の先にある。牢板を見つけ中に入れてもらう。おお、スライムか。ちょっとスライムじゃないのがいいな。あ、大きいし、あ、待って、あ、イエティにしよう。イエティ4人って、ハーゴン様に会ったことあるか。ハーゴン様ってどこにいるんだ。一度お会いしたいものだ。おお、イエティ仲間じゃないか。いや、お前か。
俺たち10魔兵団、鋼鉄の肉体と最強の怪我に追われた無敵の軍団。あ、そう、またさ、これ見づらい。こうか、総攻撃はまだか。あ、アルミラージがいる。なんでおめえたち牢屋に用でもあんのか。用がなければこんなところに来るわけないと、さっさと中に入れやがれ。むしろ黙っておれ。キュッ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 、おめえ何をキュッキュッ言ってんだ。どうかしちまったのか。お前言いたいことは分かったんで、牢屋に興味があるから見学したいんだって。どう考えてもこのイエティ4人とか怪しすぎだろ。興味があるなら入ってみろ。悪さして本当にぶち込まれるんだよ。入れんの？入れる。どういう物理の法則をしてるのか分かんないけど、まあこれに物理法則はないから。こいつ何？取られないですか。囲まれた。イエティに囲まれた。あ、ついに処刑される日が来た。破壊神様、どうか僕をお導きください。変化を解かなければうまく話を聞き出せない。走ろうとして R 一応とダメだ。なるほどね。うわ、誰ですあなたたちは。銀融詩人のプット、食べ物を探してこの船に忍び込んだ。捕らえられて牢に入れられてしまった。10万兵団の弱点を探している。情報はないか。魔物はみんな口が固い。不満がある魔物なら何か話してくれるかもしれない。狙いをつけて声をかけるといいでしょう。うん、僕も情報収集のお供をさせてください。いいけどさ、これは必ず魔物になるのかな。これは見やすいや。あ、そう、不満がある、イラつくぜ。なんだお前ら、見かけない顔だな。さては死にか。貴様偉そうだな。いいからとっとと10万円の弱点を吐け。9999999。自分をいじめるリカントに仕返ししたいから弱点を教えてくれ。お前いい根性してるな。だがそんなことも俺には分からん。看板の後ろでイジイジしてるイエティあたりが詳しい。イエティに会いたければ階段上がって看板に入れな。看板の扉に入ればきっと会える。はーい。え、看板どこ。ここは入れてくんないんだね。あ、ここね。え、どれ。あっちにいるってことか。これ色違うよね。さっき見えたイエティか。あれ、こっち出ていくの。こっちから。いや、なんかすげえ綱渡りみたいな感じで言ってんだけど、本当に合ってるこれ。生き方違くない。まあいいや。なんだ、何か言おうか。自分をいじめるリカントに仕返ししたいから弱点を教えろ。性格はジメジメしているけど、仕返しとか考えるタイプじゃない。この船で一番赤くて陰湿なリカントマムル。あ、リカントマムルいたね。またここから来るんだろうな。あいつか。戦いは頭を使わねえと。シーリーどうだ、元気に悪事を働いてっか。ムーンビルクのやつらなんて所詮勝つ気のない雑魚だ。じわじわ攻め立てて苦しめてやるだけだ。やる気満々だな。俺は威勢のいいシーリーが大好きだ。みんな毛でふさふさしてんだろ。これは防御力も高いが同時に弱点なのか。火でもつけられちゃ燃え上がって戦いどころじゃなくなって火に弱い。たやすく聞き出してしまう。敵の弱点は分かった。城まで帰るとしよう。こんなことしててさ大丈夫なの。ギラタイルスイッチに反応して火柱を上げる。へえ。じゃあリカントよ、今から素晴らしいものを見せてやろう。それはお前の目の前から一瞬にして消えることだ。この姿を見てあいつはどう思ったんだろうか。単純にルーラー使ったのかなって思ったかな。あ、そうか、こいつ新しく来たんだよね。ムーンブルクの城が復活している。おじい様、ほほ、よくぞ戻った。わしはお前の帰りをずっと待っていた。知恵袋、ほほが戻ってくれれば百人力、城のために力を尽くしてくれ。大して役立ってた印象がないんだけど。元より教団など信じていなかった。わしもミトとここに住みビルダンになる。
なんという恐ろしいことを言うご老人だ。僕はこれからもあなたを愛し続けます。呪わしい歌。で、どこまで結局できてる？ちょっと待って、お前どこに行った？弱点を探ってきた。ホッホも連れてくる。散歩に出て行方不明になったと聞いているけど、スパイをしていた。必ず帰ってくると信じていた。敵の内情を探っていただいていた。君たちがここに来る前から。ギラタイルはどうやって使うんだろう。ずっと火を吹き出し続けているわけではあるまい。仕掛けを用意して敵が仕掛けを踏んだ時に起動するようにすればいい。仕掛けも考えている。考えてないよ。魔法作業台でギラタイルを作り、ひらめいた仕掛けと一緒に設置してくれと。床スイッチ、踏むと近くの装置が作動する。スイッチの使い方。ギラータイルはスイッチの近くに置きましょうと。ほうほうほう。まあそういう感じで、とりあえずはこのデジロを完成させなきゃ、いけないので、あんまり完成度高くないな。まだまだ時間はかかりそうですね。というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、していただければ、幸いです。ギラタイル、みんなもうこれまだ272個あるから、あとこれで終わり。デジロって、あ、そんな大したことないんだ。なんかこのクラスのものができると思ってたら、そういうわけじゃないんだね。あともうここだけか。じゃあこれで終わりにします。